ようこそ、人間の少年。手荒な真似してすまないね。へえ、本当に子供じゃん。七草さんってこういう趣味なの？意外かな。ナズナはまあちょっと変わってるからな。でもまあまあ可愛いじゃない。全員吸血鬼なのか。ナズナちゃんが前、吸血鬼は顔がいいって言ってたな。なるほど。ヤモリ君だったっけ？単刀直入に言おう。この中で好きなタイプを選びたまえ。指名した相手が君を吸血鬼にする。そうすれば殺さないでおいてやる。は？吸血鬼の存在を知り、生態に詳しくなりうる君は我々にとって脅威なんだ。だから選択させてやる。私、平田ニコか、小箱部緑、鈴代ハツカ、後ろの本田カブラ。ああ、最初に会った桔梗セリでもいいぞ。え、俺、ナズナちゃんがいいんだけど。マジで？いやいやいや、おかしいだろ。このモテパワーマックスの私らを蹴って、あの恋愛学一生赤点みたいなやつを選ぶとか。モテパワーってなんすか？とにかく意味わかんない屈辱なんだけど。ニコさんでしたっけ？うん。あー、でも確かにニコさんってこの中で一番ナズナちゃんに似てますしね。どこがじゃ、どこがあのひもて女に似とるんじゃ。え、ほら喋り方とか。っていうか、そもそもナズナちゃんってモテないんですか、あの容姿で。ああ。まあ、あいつ顔はいいからな。ヤモリくん、私ヤモリくんの話が聞きたいな。出た、小箱部緑の得意とする君に興味あるなムーブ。ヤモリくんはさ、どういう子がタイプなの？この話術で数々のコミュニティを狂わせてきたという。あ、私隣の方が話しやすいからそっち行っていい？ほう。流れるような話題誘導に自然な席移動。一般的には正面や真横より斜め前の席位置が親密になるには効果的と言われてはいるけれど、力技で行くなら隣はやはり圧倒的に有利というわけか。一緒。どうなの？やっぱりナズナちゃんがタイプなの？いや、別にそういうわけじゃ。ちなみに私はあり？なし？え？ああ、いいよ、やっぱり。はい？だってヤモリ君になしって言われたらショックだもん。小箱部さん、この言い方されてなしと言える男はいない。そして嘘でも全然ありありと答えたが、最後引きずり込まれる。最終的に本当にありになってしまいがち。まあありかなしかで言うならなしですけど。すげえなこいつ、固まってる。だから俺はナズナちゃんのこと好きになりたいんです。お、切れてる？ナズナ、ナズナちゃん、まさか。ダメダメ、顔真っ赤になってる。しばらく話せないよこれ。